ドゥブナ級補給艦。ドゥブナ級補給艦は、ソ連の漁船団と海軍艦艇への補給のために建造された。建造は、フィンランドのラウマにあるラウマレポラゾン船所が言った。モマ級情報収集艦に横付け補給を行う、ドゥブナ・ドゥブナ級補給艦は、ボリスチリキン級補給艦のように、民間のバラ積み貨物船や石油タンカーを改装せず、専用の設計で建造された。 艦型は民間の貨物船やタンカーと同じで、環境は艦尾側に煙突と共に配置されている。艦内には燃料2100トンとディーゼル燃料2080トン、潤滑油1200トン、清水920トン、食料50トン、予備部品50トン、もしくは燃料7000トンと清水300トン、給料品1500トンの積載が可能である。 ハイラインを用いた門型の洋上輸送装置と門型の洋上給油装置を各一機搭載し、原則に並走しながらの横引き補給、給油が可能だったほか、艦尾からの縦引き給油も可能だった。しかし、ソ連崩壊後にイルクートとペチェンガは洋上の補給機能を撤去しており、補給方法は、艦首と艦尾のクレーンやホースを用いた、 洋上や港湾での横付けによる補給が主となっている。収益当初、航海用のレーダーは、商船用のオケアンだったが、1980年代初めに、艦艇用のドンと ML-212-201 倍勝ち優に換装された。ドゥブナ級補給艦は4隻が建造され、太平洋艦隊に2隻、北方艦隊と国海艦隊に、各一隻が配備された。 ソビエト連邦の崩壊後に国会艦隊の一隻が退役したが他の三隻は艦船の遠征航海に追犯するなど積極的に行動している。洋上をよくドゥブナネームシップであるドゥブナはモスクワ州の都市ドゥブナから命名され1974年1月15日に浸水12月19日に北方艦隊に襲役した。 2012年12月18日、ロシアのソマリア沖海賊対策の一環として、派遣される海賊対策の任務部隊として、ウダロイ級駆逐艦、セベロモルスク、紅葉衛船、アルタイと共に、アデン湾に向けて出航した。任務部隊は2013年3月21日から、商船護衛を開始し、6月26日に帰還した。 2016年6月から9月にかけて手記の解体修理が行った。10月15日、ドゥブナはアルタイと共に大西洋から地中海を経てインド洋に至る遠征航海を実施した。地中海ではシリアの反体制派を攻撃中の空母アドミラルクズネッツオフを支援し、1月中旬には長距離航海中のセベロモルスクに補給を行った。アルタイと ドゥブナは2017年5月7日に、セベロモルスクに寄港した。2018年には、スラバ級巡洋艦、マーシャルウスチノフ、セベロモルスクと地中海への遠征航海を行い、対戦、太鼓型集停演習を支援した。係留される、イルクート。最下設備やマストが黄色く、長部が黒いのが、ペチェンガとの識別点である2番艦、イルクートは、 ブリアート自治ソビエト社会主義共和国を流れるイルクート川から命名され、1975年4月11日に浸水、12月に太平洋艦隊に収益した。1990年代前半、太平洋艦隊はマイケル・マイゼルが社長のナショナル・パシフィック社に保有する補給艦やタンカーをリースした。しかしナショナル・パシフィック社が 銀行から5万ドルの融資を受けた直後に解散したため利息を含む7万ドルを太平洋艦隊が肩代わりすることとなった。返済のためにマイゼルの友人エフゲニー・ソコロフが社長の有限責任会社をオイルコンパクト社が太平洋艦隊のタンカーを運用することになった。この頃から2000年代初めまで太平洋艦隊では民間企業にリースした支援艦艇が ロシア国外で無断で売買される例が相次いだ。イルクートも国有財産委員会の禁止命令に反して、スクラップとして24万ドルでオイルコンパクト車に売却されようとした。このため、ロシア国防省とイーゴリセルゲーフ減衰の権限で、イルクートは1996年7月13日に艦隊に復帰した。 イルクートは1996年7月13日から2000年まで民間企業によってチャーターされ民間船舶の IMO 番号やノースモーキングの表記が見られる。復帰後は姉妹艦のペチェンガなどの補給艦や給油艦とともに第31保障船舶旅団の第1補助艦集団に所属している。2009年3月29日、イルクートは 対ソマリア沖海賊任務部隊として、ウダロイ級駆逐艦、アドミラルパンテル AF、改めアルタイ型給油艦、イジョーラ、ソルム型公用衛星、メガバイトマイナス37と共に出航し、4月1日には、津島海峡を通過するのを、日本の海上自衛隊に所属する P-3C 小海機が確認した。イルクートを含む任務部隊は、 4月下旬から6月上旬まで戦団護衛に加わり、海賊29人を拘束するなど活躍した。キト・イルクートとアドミラル・パンテレーフはベトナムのダナンに寄港し、6月28日には、津島海峡を通過後、7月1日に帰還した。2011年9月9日には、スラバ9巡洋艦、バリアークをはじめとする。 太平洋艦隊の艦船23隻と艦隊を編成し、宗谷岬沖を投降するのを海上自衛隊の P-3C 哨戒機が確認した。これらの艦隊は、カムチャツカ半島東岸で大規模な演習を実施し、イルクートとバリアーク、ソルム型公用衛船メガバイト -61 は9月25日から9月29日にかけてマイズル港に寄港し、 海上自衛隊との捜索、救難共同訓練に参加した。11月にはバリアークと共にアメリカ第7艦隊との合同訓練に参加したほか、カナダのバンクーバー港に寄港した。乗組員はカナダ海軍司令部や市役所の表敬訪問したほか、無名戦式年碑での式典やスポーツ大会に参加した後、11月29日に、 津軽海峡を通過するのを海上自衛隊の朝霧型護衛艦、夕霧が確認した。2012年10月、対海賊第8次任務部隊として、うだろい級駆逐艦、マーシャル・シャポシニコフ、イングル級紅葉衛星、アラタウと共に派遣されることになり、12月3日に出港した。途中、インドのムンバイに寄港して、インド海軍と合同訓練、インドラ2012を実施した。 任務部隊は12月末にアデン湾に到着し、2013年1月15日からギリシャやパナマ戦績の小戦隊の護衛をはじめ、3月4日まで任務を行った。2013年7月13日と19日、バリアークをはじめとする太平洋艦隊の艦船15-18隻と艦隊を編成し、 宗谷岬沖を通過するのを海上自衛隊の P-3C 哨戒機が確認した。12月14日には、宇だロイ旧駆逐艦、アドミラルビノグラドフ、ネフテガズ型公用衛星、カラルと共に、島沖を航行するのを海上自衛隊の P-3C 哨戒機が確認した。3隻は12月16日から21日から、ともに、海上自衛隊との捜索。 救難共同訓練に参加し、マイズル港に寄港した。2014年3月から5月にかけて、マーシャル・シャポシニコフ、アラタウと共に、インド洋への遠征航海に参加した。3月17日に、津島海峡を通過した艦隊は、3月29日から4月1日には、インドネシア海軍主催の多国間共同訓練、コモドへ参加し、その後からち、コロンボ、 ビクトリア、カムランを訪問した。カムランに、ロシア海軍の艦隊が寄港するのは2001年、以来のことだった。2016年3月には、アドミラルビノグラドフ、バグラザン99南衛船、ホーチークリロフと共に、対海賊任務部隊として、アデン湾に派遣された。往路の3月28日、津島海峡を南下する3隻を海上自衛隊の巣が、島型総海底。 と、吉馬が発見した。期間中の6月9日には、日本と中国で領有権問題がある、尖閣諸島の接続水域を、中国人民解放軍海軍の港、外型フリゲートと通過した。中日ロシア大使館はツイッターで、通常の航行とツイートしたが、中国が自国の軍艦の航行を正当化するのに利用されたと指摘されている。2019年4月1日、 ウダロイ級駆逐艦、アドミラルトリブツ、アドミラルビノグラドフと共に、アジア太平洋地域への長距離航海に出発した。4月29日から5月4日には、ロシア海軍と中国人民解放軍海軍の合同海軍、演習、海上連合2019に参加した。2020年3月26日、アドミラルビノグラドフと共に、 津島海峡を南下するのを海上自衛隊の P-3 市場海域と村雨型護衛艦、村雨が確認した。2021年5月16日、アドミラルパンテイレーフと共に、宗谷岬沖を投進するのを海上自衛隊が確認し、早草型ミサイル艇、熊高が接触して、情報収集に当たった。ユリシーズ湾における、ペチェンが、右舷側には、 イルクートの姿も見える。イルクートの最下設備とマストが黄色で塗装されているのに対し、ペチェンガは環境と同じ白色で黒い箇所がない三番艦、ペチェンガはムルマンスク州の都市型集落ペチェンガから命名され、1978年2月3日に浸水、1979年1月10日に太平洋艦隊に収益した。 1993年8月18日、アドミラル・パンテル AF、ソブレメンヌイ、e、級駆逐艦、ビストリーと共に、ウラジオストクを出港し、中国のチンタウ港と韓国の不山港を訪問した。この航海で、ペチェン川1950年代以来約40年ぶりに、中国に89年ぶりに、韓国に寄港したロシア海軍の軍艦の一隻となった。オイルコンパクト社は、 当初は、ボリスチリキン急補給艦、ウラジミール・コレチツキーをリースする予定だったが、運用コストが10万ドルにもなることから変わって、ペチェンガをリースすることになった。同社は、リース料を支払わなかった上に、国内よりも高価な韓国の不残港で修理を行ったとして、修理代金を太平洋艦隊に請求し続けたが、これらの総額は60万ドル以上にも及んだ。 内部調査の結果、実際の修理費は37万ドルに収まっており、水増し請求であることは明らかだった。2003年10月11日、アドミラルパンテイレー F と共に、津島海峡を通過するを海上自衛隊の阿武熊型護衛艦仙台が確認した。2隻は11月10日に津軽海峡を通過するのを海上自衛隊の SH-60J が確認した。 2008年、アドミラルビノグラドフとボリスチリー緊急補給艦、ボリスブトマ、バグラザン救急南衛船、ホーチークリロフと共に、第二次大海賊任務部隊と編成し、12月9日にウラジオストクを出港した12月12日には、津島海峡を通過するのを、海上自衛隊の高波型護衛艦、マキナミが確認した。任務部隊は、インド洋で、黄色 ミサイル寿命艦、ピョートルベリーキーと合流し、インド海軍と合同演習を行い、2009年1月から3月までアデン湾で戦護衛を行った。2009年10月30日、バリアーク・フォーチークリロフと共に、津島海峡を南下するのを海上自衛隊のムラサメ型護衛艦、キリサメが確認した。3隻は11月30日に、 津島海峡を投降するのを海上自衛隊の護衛艦仙台が確認した。2010年2月24日、太平洋艦隊からの第四次隊海賊任務部隊として、マーシャル・シャポシニコフ、メガバイトマイナス37と共に、ウラジオストクを出港した。6月22日には、津島海峡を投降するのを海上自衛隊の初雪型護衛艦、春雪が確認し、 7月1日に帰還した。11月17日には、アドミラルビノグラドフ、合輪急行用衛船 SB-522 とともに再び、ウラジオストクを出港し、2011年4月17日まで、アデン湾での商船護衛を支援した。2011年12月10日、アドミラルトリブツとともに、対海賊任務部隊として、アデン湾に派遣され、 2012年1月12日から3月26日まで、マルタとトルコを含む国際船団の護衛を支援した。2013年3月には、アドミラル・パンテル AF、ロップー・チャ・キューヨー陸艦、アドミラル・ニジェルスキー、ペレスベート、バグラザン・救急南衛船、ホーチー・クリロフと共に、地中海への長距離遠征航海に向かった。艦隊は3月21日に、 津島海峡を通過するのを海上自衛隊の P-3C 哨戒機が確認し、約9ヶ月後の12月22日に津島海峡を再び通過して12月24日に帰還した。2015年4月、アドミラルパンテル AFSB-522 とともにコロンボに4日間帰港したほか、サッタヒープとランカウイに帰港した。 2016年10月2日午前1時ごろ、アドミラルトリブツ、アドミラルビノグラドフ、ペレスウェイト、アラタウと共に、津島海峡を北上するのを、海上自衛隊のハヤブサ型ミサイル艇、オオタカが発見した。2017年4月11日には、バリアークと共に、富山港に寄港し、乗組員が、富山市長やロシア総領事を訪問したほか、スポーツ大会に参加した。 長距離航海は二ヶ月近くに及び、六月十日には東、シナ海を北東に向かうのを海上自衛隊が確認した。二千十八年五月七日から七月十二日まで、アドミラルトリブズ、アドミラルビノグラドフと共に、東南アジア、日本方面への遠征航海を行った。二ヶ月の間にカンボジアとタイ、六月六日にはベトナムのカムラン港に寄港し、フィリピン海で、 対戦戦闘訓練を行ったほか、フィリピンと日本に寄港し、7月12日に、ウラジオストクに帰還した。2019年10月7日には、バリアーク、アドミラルパンテイレーフとともに、津島海峡を南下するのを海上自衛隊の、ハヤブサ型ミサイル艇白鷹が確認し、2020年2月12日にも、アドミラルビノグラドフと共に、 日本海を南下するのを海上自衛隊の P-3C 哨戒機が確認した。2020年11月6日にもバリアーク、アドミラルパンテイレー F と共に津島海峡を南下するのを海上自衛隊のハヤブサ型ミサイル艇大高と P-1 哨戒機が確認した。3隻は12月25日に宮古島南東 100km を北上するのを 海上自衛隊のとわだ型補給艦、浜名と平島型総海底、平島、高島、P-3C 小海機が確認した。4番艦、シュベンタは、リトアニアとラトビアの国境地帯を流れるシュバントイ、側のロシア語名から命名され、1978年8月25日に浸水、1979年4月に国会艦隊に収益した。 1997年に、ウクライナ海軍に引き渡され、国会沿岸の都市ケルチのウクライナ語名にちなみ、ケルチに改名された。その後退役し、キプロスに売却された。ありがとうございます。